1962年の F1 世界選手権1962年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第13回大会である。1962年5月20日にオランダで開幕し12月29日に南アフリカで開催される最終戦まで全球戦で争われた。1962年シーズン フェラーリは戦闘力の向上した他チームによって完全に凌駕された。グラハムヒルと BRM は革新的なモノコックボディを持つジム・クラークのロータスとの長い戦いの末タイトルを獲得した。ダンガーニーはポルシェにとって唯一の勝利をルーアンでもたらした。クーパーはモナコで勝利したがその後1966年まで勝利することはなかった。ジャック・ブラバムは 自らのチームで参戦し、自社製車シ C シで最初のポイントを挙げた。偉大なドライバーの一人である、スターリング・モスはシーズン前にクラッシュし、引退を余儀なくされた。リカルド・ロドリゲスは、ベルギーグランプリで4位に入賞し、ポイント獲得した最年少ドライバーとなった。この記録は2000年ブラジルグランプリで、ジェンソン・バトンが6位入賞するまで破られなかった。ジム・クラークのカル、 ロータス25ドイツグランプリフィルヒルはランキング6位となったポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられたベスト5000がポイントランキングに数えられたポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられたベスト5000がポイントランキングに数えられた各 コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。ポルシェはランキング5位となった。ありがとうございます。